ユアン・ゴードン・マクレガーは、スコットランド出身の俳優。2013年には、チャリティー活動と演劇への貢献が評価され、大英帝国勲章賞を受賞した。1971年3月31日、スコットランドのクリフに生まれる。両親ともに教職に就いていた。おじに、俳優のデニス・ローソンがおり、その影響もあって幼少期から俳優を死亡した。 エルビス・プレスリーのモノマネをする人気者の少年だった。1987年に俳優を志し、高校モリソンアカデミーを退学。退学した高校は、物理学の教師である父親の勤務先で、兄は最優秀生徒に選ばれていた。カーカルディで1年間演技を勉強しながら、パースのレパートリーシアターで、スタッフ兼エキストラとして働き始め、初舞台を踏む。 1988年にロンドンのギルドホール音楽演劇学校に入学。1990年にギルドホール音楽演劇学校の最終学年公演で一人芝居をし、エージェントにスカウトされる。1992年にテレビドラマ、カラーに口紅の主役に抜擢、本格的にデビュー。この後も小説、赤と黒のドラマ化作品などで主役を務めた。 映画デビューは翌年のビーイングヒューマン。1994年にダニー・ボイルの初監督映画シャロ・グレーブに出演し注目を集めた。1995年には俳優のジュド・ロウ、ジョニー・リー・ミラーラと映画制作会社ナチュラル・ナイロンを設立。ユアンとジュド・ロウはルームシェアした中である。ユアンは2002年。 多忙のためナチュラルナイロンを脱退している。1996年にダニー・ボイルと二度目のタッグとなったトレインスポッティングで映画初主演。トレードマークであった方までの長髪を切り、スキンヘッドでジャンキー役に臨んだ。この作品は若者たちの間で人気が爆発、イギリスの映画賞を総なめする。2009年。 トロント国際映画祭にて1999年公開のスター・ウォーズエピソード1ファントム・メナスにてオビワン家のオビ役で出演少年時代はスター・ウォーズが大好きであったが有名で人気がありすぎる作品のためオファーを断るか悩んだという以降エピソード2クローンの攻撃エピソード3シスの復讐にも同役で出演し代表作となったまた あとに、同シリーズの、フォースの覚醒及び、スカイウォーカーの夜明けでも、声のみ出演している。エピソード1、ファントムメナス公開同年には、ナチュラルナイロン製作の短編オムニバス、チューブテールズで監督デビュー。若い頃からバイク好きであったが、2004年、友人のチャーリー・ブアマンと共に、バイクで、ロンドンからニューヨークまで世界一周の旅を観光。この模様は、 テレビ番組にもなり、また旅行機、ロングウェイラウンドも発表された。2007年には再びバイクで、今度は、スコットランドから南アフリカまで走破した。2001年の映画、ムーラン・ルージュのサウンドトラックでは、僕の歌は、君の歌を、エルトン・ジョンと共にデュエットをした。イタリアのオペラ歌手、アレッサンドロ・サフィーナとこの歌をデュエットした。2005年には、ロンドンで、 ガイズドールズの舞台に出演、ローレンス・オリビエ賞にもノミネートされた。2010年、ゴーストライターで、ヨーロッパ映画賞談優賞を受賞した。イギリス出身俳優の受賞は、ベンキングズレイ以来9年ぶりとなった。2011年、映画、パーフェクトセンスで、おじのデニス・ローソンと初めての共演を果たした。2012年、 第65回カンヌ国際映画祭にて2015年の9月にクランクイン予定の主演映画アメリカンパストラルで映画監督デビューを果たす。2018年プーと大人になった僕でクリストファー・ロビンを演じた。これまで複数の日本企業の CM に出演していたが撮影スケジュールの影響からプロモーションで来日したことがなかった。この作品のプロモーションで 初来日した。2019年には、スターウォーズ新三部作で演じたオビワン家のオビ役を、スピンオフの形で再び演じることを発表。アレック・ギネスが演じていた時のオビワンの演技により、近づきたい。と抱負を語った。なおこのシリーズは、劇場用映画としてではなく、ディズニープラスで配信される連続ドラマとなる、予定である。 1995年7月22日にテレビシリーズの制作現場で出会ったギリシャ系フランス人の美術監督イブ・マブラキスと結婚。1996年2月に長女が2001年11月に次女が誕生。2006年4月にはモンゴル人の女児を幼女として迎えた。 2011年にはもう一人養子を迎え、4人の娘の父になる。美女と野獣撮影後のインタビューで、フランス人のルミエールを演じるにあたり、家では妻と娘たちはフランス語を流暢に話すが、自分がフランスなまりの英語を話すと、メキシコなまりになってしまったと話している。現在は家族とアメリカ、LA、へ移住。2017年春、 夫妻の別居離婚報道が一部で流れる。2017年秋、ファーゴ、ファーゴ共演女優とキス写真がパパラッチされる。2017年末、ハリウッドでも愛妻家として有名だったが、22年間連れ添った妻イブマブラキス、と離婚。なお、4人の娘の親権は、妻イブが得た模様。2008年に、右目下にできた。 眼性のホクロを除去する手術を受けていたことを告白。また、トレードマークとも言えた眉間のホクロも合わせて除去した。少年時代は、スターウォーズ旧三部作シリーズが大好きで、特にレイア姫がお気に入りであった。自身が出演した、スターウォーズシリーズについては気に入っているが、出演したことが、俳優人生に特にプラスになったとは考えていない。と語っている。 リトルボイス以降、現在まで、大半の作品を、森川智之が担当している。この他に、平田博明や宮本光、古澤徹なども、複数の作品で担当している。ユアン・マクレガー、キルト姿で、大英帝国勲章を受訓。www.cinematoday.2020 年6月23日閲覧。 ユアン・マクレガー・バイオグラフィー。t i s c a l i c o u k 2 0 0 7年10月8日。時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年1月15日閲覧。ユアン・マクレガー・バイオグラフィー。filmreference.com2008 年1月15日閲覧。ユアン・マクレガー、s スアンクル・フープレードウェッジ。 アンティルインスター・オーズ・ウーンド・ヒム・アゲンスト・オビ・ワン・ロール。people.com。2020年6月15日閲覧。a b ユアン・マクレガー、憧れのおじと初共演。映画 .com。2020年6月30日閲覧。ベレット・ニック・ファミリーディテクティブ。 ザ・て、イリーテレグラフ、http コロンスラッシュスラッシュ www. テレグラフ .co.uk スラッシュニューススラッシュ1435151スラッシュ family-detctive.html ハット、プロフィール、ユアン・マクレーガー。ハロー、2008年7月9日閲覧。ab, オビワンのユアン・マクレーガー。自分の子供は、スターウォーズに。 興味なし。www.cinematoday.2020 年6月23日閲覧。ユアン・マクレガースターウォーズを断りかけていた ?www.cinematoday.2020 年6月4日閲覧。英俳優のユアン・マクレガーは、スターウォーズ、フォースの覚醒への出演以来の連絡を2年間、待っていた。 2020年6月4日閲覧。ユアン・マクレガーゲッツバック、オンヒズバイク、リスタイム 4BBC2。BBC2008 年1月23日閲覧。ユアン・マクレガー、バイクの旅を完了。シネマトゥデイ。 http://www.cinematoday.jp コロンススララッッシシュュスラッシュページスラッシュ n00111642012 年12月30日閲覧アーカイブされたコピー。2008年2月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年1月15日閲覧。ユアンマクレガー主演映画で監督デビュー。映画 .com 2015年2月20日閲覧。初来日のユアン・マクレガー、坂井人の吹き替えを約束。news.mynav に i.jp。2020年6月30日閲覧。スター・ウォーズ・オビワン単独ドラマ、ユアン・マクレガーは、アレック・ギネスに近づけたいプリクエルとオリジナルの空白埋める。 w w w c i n e m a t o d a y 2例2例年6月4日閲覧ユアン・マクレガースターウォーズオビワン復帰を宣言スピンオフ制作が正式発表 w w w c i n e m a t o d a y 2例2例年6月4日閲覧ユアン・マクレガーモンゴルから幼女シネマトゥデイ h t t p w w w c i n e m a t o d a y j p スラッシュページスラッシュ n 0 0 8 2 0 6 2 0 1 2年12月30日閲覧ユアン・マクレガーが4人のパパに3月に生まれた女の子を養子に迎える。シネマトゥデー。 h t t p w w w c i n e m a t o d a y j p スラッシュページスラッシュ n00335252012 年12月30日閲覧ユアン・マクレガー、皮膚癌の治療を受けていたことを告白。シネマトゥデイ。 http://www.cimatoday.jp コロンススララッッシシュュスラッシュページスラッシュ N00136202012 年12月30日閲覧ユアン・マクレガー、スターウォーズ新三部作は、俳優として、プラスにならなかった ?www.cimatoday.jp n e https://www.cimatoday.jp:/news:/n00225162020 年7月23日閲覧。スターウォーズ、フォースの覚醒に帯わんとようだが、メを出演していたことが判明。ガジェット通信。2016年2月1日閲覧。ナタリー・ポートマンとユアン・マクレガーが激突する。 西部劇、ジェーン予告編。映画 <corri ples> ナタリー。http コロンスラッシュスラッシュナタリードットュー,<ナ>ースラッシュ映画スラッシュニュー,ニュースー<ナ>ースラッシュ1946532016<ー>年<ニュー><ーナ>7月15日閲覧。ユアン・マクレガー主演、ジョン・ルカレ原作、我らがソムキシ社公開決定。映画ナタリー。 http://natalie.mu/. 映画ラッシュ1 9 3 6 7 0 2 0 1 6年7月7日閲覧。ありがとうございます。